皆さんこんにちは、三浦弘樹です。清水大志です。はい、本日の動画ではですね、好きなことを仕事にする方法、はい、総集編ということで、はい、まあ、いよいよですね、まとめに入っていきたいなというふうに思っております。はい、もう本当にね、ここまで動画をご覧になってくれてるあなたはね、もう相当勉強意欲がすごく高くて、もうさらにはですね、やっぱり本当にイメージできてるんじゃないのかなと思います。こういうふうになんか自分の、はい、ビジネスをね、組み立てていけば、まあ、本当に形になるんじゃないのかなと。月収ですね、100万円とか超えれそうだなっていうふうにですね、まあ、思われてる方多いんじゃないのかなというふうに思っております。はい、はい、ではですね、今回総集編ということで、まあ、お話をしていきたいなと思います。はい、で、何度もね、この動画、1話から5話までですね、しっかりと見ていただいて、繰り返し繰り返しですね、見てほしいなと思います。で、まあ、ビジネスね、売る場所、売るもの、売り方っていうお話をしましたけれども、はい、まずはね、しっかりと見込み客っていうのをね、設定をしてください。自分がどのジャンルで行くのかっていうところをですね、したら、まあ、まずモデリング先を見つけて、まあ、どういうふうにですね、ビジネスが構築できているのかっていうのをですね、まあ、見てもらうっていうのと、まあ、あとはまあいろいろな、ね、ビジネスモデルありますけれども、はい、まあ、これが一番の最短ですね。最短で、やっていく方法になるんで、まあ、今日はこれをお伝えをしていきますけれども、はい、まずはしっかりと見込み客を、設定してもらう。で、その見込み客が、まあ、どういう悩みを持っているのかっていうのをしっかりとリサーチをしてください。で、その後に、その悩みに対するですね、解決法だったりとか、まあ、お役立ち情報っていうのを、まあ、どん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 ね、 Facebook とかでとか、まあ、ブログ、YouTube っていうのを連動させながら、まあ、これをですね、続けるっていうことですね。続ける。で、それをやりながらですね、今度は、まあ、売るものをですね、しっかりとイメージ、まずはこの同時成長型、まあ、コンサルティング形式でいきたいので、まあ、自分も一緒に成長して、まあ、生徒さんと一緒に成長していくっていう同時成長型のプログラム、コンサルティング形式を、まあ、僕はおすすめをしています。なぜかというと、はい、まあ、高額でも売れることができますし、はい、まあ、あとはそのイメージ、もう本当に商品がなくてもイメージだけでまずは販売をする、売るのが先なんですよね。はい、売ることができるの で、その売ってから商品っていうのを一緒に作っていけばいいっていう、はい、どんどんどんコンテンツをね。で、売り方はですね、はい、売り方はもう圧倒的にですね、リアル、オフラインを、はい、しっかりとやるってことですね。集客は、オンラインでレバレッジをかけていく。はい、で、セールスはもう本当にオフラインですね。オフラインでしっかりと価値提供をして、そして、セールスをしていくっていうですね、プログラムのセールスをしていくっていうことですね。はい、なので、まあ、その対面セミナーからこうしっかりと価値提供、セールスっていう流れをですね、しっかりと作ると本当に売れるっていうですね、もうすごくシンプルですね。はい、もうやることはもう3ステップですね、はい、1、2、3っていう感じで、もう販売できたら一緒にですね、成長をしていくっていうことをですね、はい、お伝えをしました。はい、はい、いかがだったでしょうか。はい、まあ、ここまでね、見てね、あなたきっとやれそうだなっていうふうにですね、思うんですけれども、まあ、実際にね、これをこの 3つのステップをですね、あなた一人で行ってしまうとですね、絶対に失敗してしまう理由がですね、はい、3つあるんですけど。3つですか。何だと思いますか。まあ、この動画見てる方もね、ぜひちょっと何なのかなって考えてほしいですね。はい、まあ、一人でやるとモチベーションが継続できない。できない。はい、そうですね。他にはありますか。他にはそうですね、やっぱり直接教えてくれる人がいないと、うん、はい、やっぱり何か詰まった時にですね、質問ができなくて、はい、やっぱりできないんじゃないかっていう不安がある。はい、その2つです。はい、ありがとうございます。はい、まあ、いろいろね、はい、まあ、あなた一人でね、この3ステップをやってしまうと、まあ、できない理由って、ね、考えられると思うんですけど、はい、まあ、まずはやっぱりその具体的なところでいくと、やっぱりそのコンセプトですね。コンセプト例えばじゃあ自分のビジネスね、これでいきたいっていうふうに思っても、そのコンセプトがやっぱり売れるコンセプトと売れないコンセプトって実はあるんですね。あ、はい、で、さっきほど男前プログラムの永井さん
ね、何度も、紹介してるんですけど、彼って最初どういうビジネスをやっていきたいっていうふうにですね考えていったかっていうと、はい、なんかこうプレゼンが得意らしくて、会社で結構その発表をすることが多いらしくて、はい、そのプレゼンの仕方を教える人になりたいっていうふうに言ってたんですね。あ、全然違う商品を考えてたんですね、はいはいはい、ただ、まあ、残念ながらその永井さんの感じですと、なんかプレゼンっていう方向だとあんまり売れなさそうだなっていうふうに僕思ったんですね、はい、でそれよりもその永井さんがこう、まあ、もともとね永井さんって、まあ、すごいダサだった人からまあ結構こう男前にねなっていったっていうストーリーがあったので、これを多分商品にしていった方が売れると思うし、そもそも永井さんそういうのやりたいやりたくないっていうふうに聞いた時に、はい、あ、それめちゃめちゃ楽しそうですね、やりたいですって、むしろそっちの方がやりたいですっていうコンセプトを変えて、もう本当にこれを全部やっていったんですね、はい、なのでまずそのスタートの段階でやっぱりその、はい、あなたがこうね、いけるかなって思ったものが、もしかしたらやっぱりそのしっかりとこう打ち合わせをしていく中で全く別の方向になっていく可能性もあるし、まあ、こっちの方が売れるよっていう場合もあるんですね。なのでそのしっかりとコンセプトメイキングをしていかないと全部ずれていってしまうので、まあ、ここをやっぱりそのしっかりとこうまずしっかりとこうね最初こうバシッとこう定めるっていうことが非常に重要と。でその上ではやっぱりそのしっかりとこうねこのコンセプト大丈夫なのかっていうのをアドバイスもらうっていうのが一番大切です。で2つ目なんですけれども、はい、2つ目はまあこの辺はねやっぱりまあ作れると思うんですよね。実際にこうノウハウとか体系化とかね、意外にその売るものをね作っていく中ではまあそんなに難しくはないんですけれども、ここですね、対面で価値提供をしていってセールスのこの流れがこうしっかりと作れるかっていうところがやっぱりすごく大切になってきます、はい、で例えばよくねセミナーをねこう対面セミナーやっても全然売れない人とか、はい、いるんですよ。それなんでかっていうと、ここの流れがおかしかったりとか、まあ、セールスの流れっていうのがおかしかったりとかするんですね。で僕はそのみんな自分の生徒さんに伝えているのは、ここの売れる台本っていうのをしっかりと作っていきましょうっていうふうに言ってるんですね。でこの売れる台本がこのセールスのやっぱりゴールだと思ってるんです。でしっかりとセミナーに集客をして、価値提供から最終的なこの商品が欲しくなるようにゴールから逆算をしていくんですね。これがしっかりとできればもうめちゃめちゃ売れるようになるし、これが逆にできないと、いくらセミナーで、ね、集客をしてもなんかこう時間と労力だけかかってしまうっていう、それをもう極めて高い売れる、ね、セミナーの台本にしていくっていうのが、はい、まあ、最も大切なので、はい、まあ、これをやっぱりその自分一人でやってしまうと、まあなかなかね精度の高い売れるセミナーの台本っていうのが作れない可能性があるっていうことですね、はい、であとはやっぱり3つ目としては、はい、先ほどね清水さんもおっしゃってましたけれども、こうやっぱり仲間の存在っていうところが重要で、やっぱり人間って一人では成功できないんですね。なのでやっぱり続けるっていうところだと、やっぱりモチベーションが下がった時にこうねやっぱり仲間と一緒に励まし合ったりとか高め合うっていう、それがすごく大切なんですね。なのでそのもしあなたが一人で今ビジネスを頑張ってるんだったら、やっぱりその仲間っていうのを見つけた方がいいと思いますし、まあ、そういったねことをですね、そういう仲間のいる場所で、仲間がみんなこういうふうにですねビジネスをやっていると成功事例とかも共有できるわけじゃないですか、はい、成功事例も共有できますし、逆に失敗事例も共有することができるんですね。なので仲間の失敗っていうのは、まあ、自分の糧にもなりますし、はい、逆に仲間の成功っていうのはお手本にもなるっていうことですね。なのでそういった意味でいろいろなですねその成功事例だったりとか、仲間とモチベーションを上げてこう高め合っていって、 そして成功事例も失敗事例も共有し合うっていう、その学びの環境っていうのがすごく大切ですね、はいはい、なので、まあ、まとめるとですね、あなたが一人で、これをですねやってしまうと、このコンセプトがずれてしまう可能性もあるし、ここのですね売れる流れっていうのが作れなかったりとか、あとは一人で、やっているとモチベーションが下がったりとかですね、成功事例も失敗事例も共有できないっていうですね、
ところ、この3つのですね、原因というかですね、そういうものがあります。はい。はい、で今回ですね、この動画をここまで最後まで見てくださっている方にですね、はい、特別なご案内ということでですね、はい、ご案内がございます。はい、で僕ですね、今現在ですね、この勝ち組の起業家をですね、輩出する、プライベートコンサルティングコミュニティ、このウィナーズクラブっていうのをですね、主催をしております。もし清水さんもね、そこのメンバーとしてバリバリですね、はい、大体月200万円ぐらい、はい、稼いでいって、最近どんどん身につけるものもね、デートなのもね購入しましたし、はい、ね、エルメスのベルトもですね、そうですね、購入しましたし、はい、なんかだんだんですね、本当に収入上がってきているんですけど、やっぱりそういったこのウィナーズクラブはやっぱりその同じこう意識の高いね、人と一緒にこうやっていくっていうことをやっております。なのでもしあなたがですね、こういうふうにですね、商品何かビジネスにしていきたいっていうところでしたら、ぜひね仲間になって一緒にね頑張っていきたいと思っておりますんで、はい、ぜひね参加をしていただけるとすごくチャンスかなっていうふうに思うんですね、はい、ただウィナーズクラブね、誰でも参加できるっていうわけではないんですよ。でやっぱり僕はね、そのコミュニティの価値っていうのを高めていきたいし、はい、やっぱり変な人、意識の低い人っていうのはやっぱり入ってもらいたくないなって思ってるんですね、はい、ただこの動画をですね、ご覧になってくださってる時点ではもうすごく意識が高い人だというふうに私は確信をしております、はい、なので、そういった方はですね、ウィナーズクラブですね、ご案内がある、入る入らない別としてね、どういったものなのかとかご案内がですね聞ける場所が2つあるんですね。一つは今回のねこの内容をですね、もっとさらにですね、詳しく、解説をして、いろいろですね、こういった、じゃあどうやって Facebook ですね集客をしていったらいいのかっていうね、もっと細かいテクニック的な部分だったりとか、じゃあなんでこの売れる台本が必要なのかとかですね、そういったことをですね完全にですね、今回の内容をもっとですね完全に解説をしているですね、体験の場所っていうのをですねご用意しております。はい、それが、次世代の企業副業法ワンデーコンプリートセミナーっていうのをですね開催をしているんですね、はい、そこにですねぜひ今日の内容をですねよりもっと学びたいっていうあなたはですねぜひ参加をしてみてください、はい、でそこではウィナーズクラブの案内もありますので、その案内とかもね聞いていただいてですね、あとは僕がどういうふうにですね価値提供やってセールスをしているのかっていうのもね、実際に生で実演をしますので、はい、見ていただければなっていうふうに思います。でもう一つはですね、このウィナーズクラブね、セミナーとかね参加するよりももうとにかく今すぐ入りたいっていう風にですね、もうすぐにやりたい人向けには、はい、このね説明というかですね、オンラインの僕と一回こう話していただきたいんですよね。で話していただいて、僕からですねどういう感じでウィナーズクラブとかをやっているのかっていうですね、そういった案内もさせていただくので、実際その話を聞いて、参加したい方はしてもらってで、考えますっていう方は考えていただければいいかなと思いますけれども、一度ぜひね僕にセミナーでですね会いに来ていただくか、実際にですね、1時間ぐらいですねお話をして、本当にあなたがねやっていきたいのかっていうところもね、一回こうお話をさせていただくっていうそういうフォームもありますので、はい、今すぐの方は、そこのフォームからですね質問事項を入力してですね実際に、お話をできたらなというふうに思います。はい、なのでぜひね今回ね第6話にわたってこう自分のねあなたの好きなことでビジネスにする方法っていうのを完全にですね解説をさせていただいたんですけれども、はい、本当にたくさんね早口で伝えてきましたけれども、はい、さらにですね、ワンデーコンプリートセミナーもね、はい、受けてもらいたいなと思いますし、すごい内容になりそうですね、はい、し、はい、もうそれこそ、一緒にですねウィナーズクラブ本当にね、はい、勝ち組人生逆転して勝ち組になっていこうっていうですね、はい、でこのウィナーズクラブはもう3ヶ月で、ね、これを、ね、全部形にして月収、ね、100万円を超えていこうっていうのがコンセプトなんですね、はい、でやっぱりこの、ね、100万円を稼ぎ続けることができればやっぱりあなたの人生って変わるんですよ。
ね、僕も今までいろんな副業法とか教えてきましたよ。バイマで稼ぐ方法だったりとか、はい、YouTube でね稼ぐ方法もね教えましたし、ただやっぱりその最終的にこういうですね、ことをですねやっていく、ここまで完成した人がですね、あの人生が大きく変わっていったんですね。やっぱりそのきっとあなたもそうだと思うんですけど、やっぱり10万20万ね収入がね増えても大きくは人生変わらないと思うんです、はい、ね、はい、ただもしね100万円とか連続で毎月毎月稼げるようになったら、それは大きく人生変わると思うんですよ。それを今回体系化しているのが、はい、あのワンデーコンプリートセミナーでもありますし、ウィナーズクラブでもあるんですね。なのでそういったですね、もう本当にあのしっかりと気持ちの熱い人だけですね、はい、ぜひ参加していただければなと思っております、はい、でこのウィナーズクラブね、今もしですね、あなたが得意なことが、なかったりとか、まあ、そのとはいえなんか商品イメージ湧かないなっていう人もですね、まあ、実際にあのすぐに稼げる方法っていうのもね、あの実はあるんですよ。今日お話まだできていないね方法もあるんで、まあ、それはあのそれを知りたい方はね、ワンデーコンプリートセミナーに参加してもらいたいなと思っております、はいはい、ではですね、今回は総集編ということで、はい、またですね、まあ、ワンデーコンプリートセミナーもしくは、まあ、実際にね僕と直接お会いするっていう、あのお話しするっていうね、まあ、そういったねフォーム入力していただいて、まあ、お問い合わせいただければなと思っております。では今回ですね、第6話ね、6回にわたって、あなたの好きなことを仕事にする方法についてお話をさせていただきました。ではですね、またセミナーだったりとかウィナーズクラブでお会いしましょう、はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。